今年度の最低賃金の引き上げをめぐる議論が先ほど終わりました。現在の方式になってから最大となる二十七円の引き上げで。全国平均の時給は初めて九百円を超え、九百一円となりました。労働者に支払われる最低限の時給は。現在全国平均で八百七十四円です。先ほど終わった厚生労働省の審議会は。 今年度の最低賃金の引き上げ幅の目安を3%の27円とするとまとめました現在の方式になってから最大の引き上げ幅でその結果全国平均が初めて900円を超え901円となりました今後この目安をもとに都道府県ごとに最低賃金が決められ東京と神奈川では初めて1000円を超える見通しです 最低賃金をめぐっては政府が早期に全国平均で1000円を目指す方針を打ち出しています。